俺たちのジャパンへようこそ。夫婦の大切な子供を授かっている妊娠中は、体調不良はもちろん、普段通り生活できないもどかしさなどから、心身ともに普段とは違って多くのストレスを感じるものです。しかもそれが自分の生まれ育った場所ではない異国の地だったらどうでしょうか。想像しただけでも大変なのがわかりますよね。今回のエピソードには日本人男性と結婚したことを機に日本へ移住したアルゼンチン人女性が登場します。彼女は初め日本での暮らしに旅行感覚で胸を躍らせますが、自国との違いを目の当たりにするうち疲れ切ってしまいます。出産のタイミングで母国であるアルゼンチンに帰ろうと考えた時、日本人の本当の姿を目の当たりにした彼女は、一体彼女は日本人のどのような面を見て何を感じたのでしょうか。ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。私はアルゼンチン人のアイリーン。生まれてから20年以上アルゼンチンで暮らしてきたのだけど、最近海外へ移住することになったの。行き先は日本。遠く離れた日本へ移住することになったきっかけは、結婚したばかりの夫の転勤だった。夫は日本人でアルゼンチンの支社で勤務していて、事務員として働いていた私ともそこで出会った。ずっとアルゼンチンに滞在するかはわからないって聞いていたから覚悟はしていたんだけど、まさかこんなにも早く日本行きが決定するなんて思ってもみなかった。でも縁もゆかりもない日本へ行くことも、初めはそんなに不安を感じていなかったの。勇気が出なくて行動したことはなかったけれど、海外で生活することに憧れは持っていたし、日本はかなり評判のいい国だしね。アルゼンチンと比べて治安もいいと聞いたから、これから子育てをしていくのに最適な場所だとも思ったわ。だから私はウキウキとした気持ちで日本での生活をスタートさせたの。そして新しい生活は思っていた通りとても楽しいものだったわ。日本の街はとても綺麗で清潔で、スリや泥棒の心配もないから、みんな堂々とリラックスして歩いていて、アルゼンチンの都会で生まれ育って他人に対して警戒心を持ち続けなければならない生活を送っていた私にとって、これはすごく嬉しいことだった。いずれは日本でも仕事をしたいと思っていたけれど、移住の手続きなどで忙しかったこともあり、しばらくの間は家で家事などをする日々だったんだけど、そんな風に家庭にいる時間が長いからこそ、子供が生まれたらと想像する機会も多くなって、もともとそうなんじゃないかと思っていたけれど、日本なら安心して子供を育てていけそうという気持ちが確信になっていったの。そんな時、私と夫との間に新しい命が宿って幸せの絶頂が訪れた。医療制度も整っているし、出産も日本で迎えようと思えるくらい日本での生活を気に入っていたんだけど、数ヶ月後日本で暮らすのが苦痛で仕方がなくなってしまうなんて、この時は思ってもいなかった。妊娠前までは夫と2人でマンションに暮らしていたんだけど、私の妊娠が発覚してからはいつ何があってもいいようにということで夫の実家で生活するようになった。当然昼間は夫は仕事に出ていないので義母と2人きり。とても優しい人だから安心だと思っていたんだけど、その優しさと気遣いが私にとってストレスになっているなんて思いもしなかった。アイリーンさん、具合の悪いところはない？何かあったらいつでも言ってくださいね。義母は穏やかな笑顔でいつもそう言ってくれた。私はつわりがかなりひどい方で、妊娠初期は一日に何度も吐いてしまうくらいで、トイレに間に合わない時は義母が処理してくれて本当に申し訳ないと思った。それでも義母は変わらず優しく接してくれたんだけど、だから少しでも元気な時は私にも何かお手伝いさせてくださいと言ったわ。
もともと仕事が好きだったこともあり、ただ黙っているだけなのが落ち着かなかったの。それに夫の実家でお世話になっていること自体少し緊張していた。だから何かをして気を紛らわせたいという気持ちもあったし、何か役に立ちたかったから。でも義母は決まって、大丈夫だからアイリーンさんは座っててというだけで、何か仕事を与えてくれたらここにいる意味を感じられるのに、ただお世話になっているだけで自分は迷惑な存在なんじゃないかってそう思うようになっていた。そして安定期に入った頃、一人で買い物に行こうとすると決まって止められた。スーパーへ行くだけなので一人でも大丈夫です。私は何度もそう言ったんだけど、スーパーへ行ったらなんだかんだで荷物が増えるものなのよ。だから買い物へ行きたいのなら息子が帰ってきてからにしなさいと言われてしまった。一人で出かけて息抜きをしたいという気持ちもあったのに、でも義母にお世話になっている以上、口答えして空気が悪くなるのも嫌だった。だから私はしぶしぶ了承してずっと家にこもっていたわ。日本はアルゼンチンと違い、女性が一人で歩いても心配ないくらい治安がいいはずなのに、なぜ義母がここまで私を外に出したがらないのか、この時は全く理解ができなかったの。だから家の中で考えているうちに、お世話ばかりかける私のことが嫌いだから嫌がらせをしているのかもしれないなんて考えるようになってしまって、私の気分はどん底になっていった。夫はそれを察してくれたのか、休みのたびに私を外出に連れ出してくれるようになった。何に悩んでいるの？とは聞かれなかったけど、景色のいいところやリフレッシュできるような場所を選んで連れて行ってくれているのを見て、夫の愛情を感じることができた。それがあるから今の生活をなんとか続けられたと言ってもいいくらいね。そんなある日、休日にいつものように出かけようとすると、アイリーンさえよければ僕の友人に会ってくれないか？と言われて、日本へ来て1年近くが経つけれど、移住の手続きやら妊娠やらでずっと忙しく、そういう機会は一度もなかった。夫の大切な友人に紹介してもらえるというのはやっぱり嬉しくて、私はもちろん OK の返事をしたわ。でもその出会いが私の心を完全に閉ざすきっかけになってしまったの。その日会わせてもらった夫の友人は男性が2人と女性が2人、みんな中学生からの幼なじみだということで、夫を含めとても仲が良さそうなのがすぐに伝わってきた。私は日本語がまだあまり上手ではなく、夫以外の人はもちろんアルゼンチンの言葉も話せない。意思疎通するために翻訳機を使ったりしてくれたんだけど、その優しさがまた私を辛くさせた。私がアルゼンチン人じゃなかったら、こんなに大変な思いをせず楽しく過ごすことができたんだろうに。そんな風に自分の存在意義がわからなくなってしまったの。だから必死に仲良くなろうと思って冗談を言おうにも、夫や翻訳機を通しているからいまいち伝わらないし、男性2人に至っては初めに挨拶を交わしたくらいで、ほとんど私に話しかけてくることはなかった。友人同士ではとても楽しそうに笑っているのに、私は彼らにすっかり壁を感じてしまって、せっかく夫が考えて用意してくれた場なのに全然楽しむことができなかったわ。そして私の中には一つの考えが浮かんでいた。日本で暮らすのは疲れる。アルゼンチンに帰りたい。日本人はきっと外国人である私に気を使っているんだと思う。気遣いをできるのが日本人の素晴らしいところなのは分かっているけれど、私にとってはそれが苦痛だった。四六時中気を使われているというのは、使われている側もこんなにも疲れるんだと知ったわ。だから考えた結果、せめて出産前後くらいは母国でリラックスして過ごしたい。そう思ったの。
夫にそのことを話すと、もちろん分かってはくれたけれど、すごく悲しそうな顔をした。決めたことなら仕方がないけど、辛い思いをさせてしまってごめんな。夫にも夫の家族にも友人にも悪気がなかったのは分かっている。だけどもう我慢ができないくらい精神的に追い詰められていたのも事実だった。そうしてアルゼンチンに帰る方向で準備を進めようと思っていたその時、アイリーン、この間会った友人が君に話があるって言うんだ。もう一度会ってもらえるかな。夫にそう言われて私は驚いたわ。だってその友人というのは私に興味がなさそうにしていた男性たちの方だったから、正直またあんな孤独を味わうのは嫌だと思ったけど、夫の大切な友人だし断ることはできなかった。そして恐る恐る会いに行ったんだけど、彼らの言葉を聞いて私は大きな衝撃を受けたの。なぜなら、先日はすみませんでしたと言って二人とも頭を下げてきたから。え？まさか謝られるなんて思っていなかったから、思わずそんな声を出してしまった。それにアルゼンチンでは大人の男性が簡単に頭を下げるなんて想像ができないから、日本人はこうやって誠意を伝えるのかもしれないと感じた。その後話を聞くと、どうやら二人は夫から私がアルゼンチンに帰ることとその理由を聞いていたみたいなの。実は僕たちこの前は緊張していて、英語が話せないということもあって話しかけるのをためらってしまったんです。でも本当は大切な友人の奥さんであるアイリーンさんと仲良くしたいと思っていたんです。だからこそ余計緊張してしまったというか、それが壁のように感じさせてしまったのなら本当にすみませんでした。そんな風にもう一度頭を下げてくれた彼らの姿を見て、私はあることに気がついたの。日本人の相手を思う優しさは何も疑う必要がないくらい純粋なものなんだって。気遣いの文化がないアルゼンチンで生まれ育った私は、あまりにも気を使われると何か裏があるんじゃないのか、いやいや気を使っているんじゃないのかとどうしても疑ってしまう。だけど日本人の優しさは計算でもその場繕いのものでもなくて、相手のことを思うからこそ自然に出てくるもの。そこに悪気なんて1ミリもなかったんだ。こうしてわざわざ頭を下げにまで来てくれるのがその証拠だと思った。大丈夫です、顔を上げてください。私も心が疲れていたせいで疑うような見方をしてしまったと気がつきました。本当にありがとうございます。私はやっと素直な気持ちで向き合うことができた気がする。気を使いすぎていたのは日本人じゃなく私の方だったのかもしれない。夫と夫の友人のおかげで少しすっきりした気持ちになった私。その足で夫の実家へ帰ると、義母まで同じように頭を下げてくれたので驚いた。息子がお嫁さんを連れてきてくれたこと、そして初孫の存在が嬉しくて嬉しくて、必要以上に大切にしすぎてしまったかもしれないわ。それがアイリーンさんを窮屈にさせてしまっていたのなら本当にごめんなさい。これからはあなたの気持ちを尊重して一緒に歩んでいきたいと思っているの。また日本へ帰ってきたら顔を見せてくださいね。温かい義母の言葉を聞いて思わず涙がこぼれた。意地悪でも何でもなく、ただただ大切に思ってくれているからこその気遣いということに本当は気づけたはずなのに、自分のことしか考えられていなかったことをとても恥ずかしく思った。そして目下の私に深々と頭を下げてくれるほど日本人は相手への敬意を重んじているのだと思うと、とても素晴らしい国民性だと思ったわ。立場は置いておいて同じ人間としてまっすぐ向き合ってくれているのがよく伝わってきたから。
こうして誤解が解けてみると、アルゼンチンへ帰りたいという思いはすっかりなくなっていた。むしろ純粋な思いで気遣いができるこの国で大切な子供を産んで育てたい。そんな風に思えるほど。だから結局私は母国へ帰らず日本で出産を迎えた。あれから数年、この時に産んだ息子は4歳になったわ。そしてもう一人2歳の娘もいる。今では義母や友人たちともリラックスして関われるようになり、とても楽しい毎日を送っている。日本ですくすくと育っている子供たちは日本人の心からの優しさを受け継いでくれると信じているわ。どんなにいい国でも異国の環境に慣れるのは大変だよね。そういう時はうがった見方をしてしまうけど、純粋な気持ちで見たら日本人は本当に優しく親切な人たちなんだ。妊娠中っていろいろナーバスになってしまうんだよね。そういう時は母国で過ごすのが一番な気がするけど、それでも日本にいたいと思えるなんて本当に素晴らしい国なんだろうな。コメントにもあった通り、妊娠中は体の変化や体調不良など様々なストレスが重なりナーバスになってしまいます。ただそんな時に外国人でさえもこの国で出産したいと思えるような国、国民でいられたらいいですね。皆さんは身近に異国で出産、子育てされた経験のある人はいらっしゃいますか？また自分ならどんな風に乗り越えたいと思いますか？ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。